2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリストの半間山先生です。土曜日ですね、今回、11月になって半ば過ぎましたね。土曜日ということでね、今回は5分バイナリーオプションと15分バイナリーオプションの、分析で、土日を動かそう、日曜日も明日動かそうと思っております。私のインジゲーターは土日でも分析でできるように対応しておりまして、まあ場合によっては他国で土日もやってますから、そちらで動かせる口座を用意しておくということですね。外国で土日も実際上は動いてるわけなんですけど、土日もね、日本系統は動かないわけですけども、土日動く口座をデモでもいいから用意しておくんですね。で通信台でつないでおけば動きますからね。そうやって土日も分析してねデータ取る必要があります。私のは国内でも動かすように、動かせるようにしてますけどね。まあダミー的なことで動かすわけじゃないんですけども、今までのデータでね分析して土日は休みですけども動かすという形ですね、固定でね。で5分バイナリーオプションの精度も上がってきました。で15分のバイナリーオプションも5分バイナリーオプションも勝率 80% 以上で分析させようと思ってます。5分のバイナリーオプションの分析データも白文字に変わりシグナルが遅れる体制と2つほど出てきました。こちらですね、こちらなんですけども2つ出てるんですね。今の時刻はこうですね、17日になりますね。11月17日土曜日、夜の6時42分ですね。でこちらの方は5分足のバイナリーオプションのインジケーターで、分析していますけども、2つほど白文字になってシグナルが遅れるようになっています。これ月曜日に使えるんじゃないかと思うんですけど、勝率 90% というのが出てきますね。の実行投資ですね、1週間前から実行あるよということですね。平均ピップスは15ピップス5分でね、5分バイナリーオプションでね。それから下がね 80% で10個と11ピップスですね、平均がね、ということでね分析されてますけど、これ5分足用のバイナリーオプションですね。こちら15分足用のバイナリーオプションです。こっちからね、左側ね、もう休みなく動いてます。コンピューターパソコンはね、土日だろうと外貨の変化を見てますね。でこれも 80% 以上でですね、こちらの方はこの 75% にしたんですかね、ちょっと落としましたけど、で8個以上の取引というふうに変えたみたいですね。忘れてました。でちょっと出るのが少ないんで、これで月曜日チャレンジしたらいいんじゃないかなと思いましてね、もう土日で休まなく分析させていって月曜日で稼げるようにならないかということでね、試験投資やってますからね。このシグナルでやっていきたいなと思うんですけどね。でこちらもですね、あと FX の投資もやってましてね、同じような方法ですね。正確な勝率と利益を見てですね、そのシグナルに対して投資していくということですね。だから勝率が出ますですね、テクニカルでシグナルからね、で現在までね、である前から分析させてですね、でその勝率のいいもの、取引数の多くていいもので投資させると。で平均ピップスもね、すごく余裕があるものを取って投資するということですね。誰でも同じです。単純ですね。
勝率のいいこと、平均ピップスが1回のね余裕のある、ね、ピップスが多いということ、ね、取引数が多くて次にシグナルが どんなものか分かりませんから、ね、再現性が出やすいということなんですね。たくさん出てるとね、1個か2個のシグナルで例えば 100% の勝率だって次のあとは分かんないですからね。大体負けます、その程度だと。1個とか2個ぐらいだとね、同じにならないですね。ただ1週間でたった1個2個しか出ない 100% っていうのがあるんで、まあどうかということはいろいろあるんで難しいですけどね、私の場合はまだそれ使ってません、で 100% はきついんで3個とか4個ぐらい出てもね、シグナルがあったとしても1週間でねパーフェクトに、使ってません。今はねまだテストする必要があるんでしょうけどね、ちょっとまだ実施再現性がないと少ないんでね。だからあえて 80% 以上か 75% 以上ということですね。で数が多いのだ、今8個以上でも上は16個は出てますし、9個ですね、それから8個ですね。まあ同じですけどね、少ないですけどシグナルの方ね、多くした方なんですけどね、しょうがないですね、出ないですね。1週間の分析大事でね、土日が動きが違うんで、ね、うまく 7日か1週間ですね、分析してると通用しやすいんじゃないかと。またその倍ですね、また2週間分、3週間分の分析っていうのは結構強いということが分かってきております。ただ分析時間処理がちょっと、CP の、プロセッサーの演算スピードですね、遅いんで、128コアの、スーパーコンピューターの方を買った時ですね、200万ぐらいで買えるんですけど、